小野田元、広氏小野田元、広氏から1919 19年6月12日は、幕末の立林藩士、明治から大正期の警察、内務官僚、政治家。幹線県知事、貴族院議員、近景官志向。旧姓、富士野、陽明、常時。立林藩家氏、富士野一平の次男として生まれ、同藩の小野田安兵衛の養子となる。 や林藩では、家近く大難度役、家老付日記役心得、犯内観察、消息などを歴任。明治4年11月、東京府取締組ら卒小頭となり、さらに司法省省警部となり1873年2月に、退官。1874年1月、警視庁省警部として、再度、警察官となる。百七十七年二月、 内務省警視局3等、大警部権立軍風評注意として、別道第3旅団第1大隊副官として、西南戦争に従軍した。1879年2月から翌年8月まで、川路俊夫大警視に随行し欧米の警察制度を視察。1881年1月、警視庁4等警視、第三課長兼任となり、以後、 警視庁初期局次長、同会計局長、県内務省書記官、警視庁初期局長、東京府小笠原投資、長野県書記官、兵庫県書記官などを経て、1893年3月に内務省警保局長に就任。1896年11月に辞職した。1897年4月、茨城県知事に任命され、さらに、 山梨県知事、静岡県知事、宮城県知事、香川県知事を歴任し、1910年6月に辞職。同年7月16日、貴族院直選議員に任命され、1919年6月13日まで在任。1911年7月28日、近畿監視校に任じられた。 1911年4月から1915年4月まで、高ーゲモスリン社長を務めた。ありがとうございます。